はようございます。2月13日日曜日の朝です。3連休の3日目、1日目2日目は穏やかな連休でしたけれども、今日はどうもまた雪の予報が出ています。寒い1日になりそうです。お布団の中でずっと過ごされようとしている方もいらっしゃると思いますけれども、ちょっと体を動かしてみてはいかがでしょうか。では今日も動いていきましょう。仰向けになってください。床の上の体を観察してください。呼吸を楽にして床についているところ、浮いているところ、今日の感じはいかがですか。頭を左右に傾けてください。楽な範囲で転がしてください。適当なところで動きをやめて、両膝を立ててください。両手は組んでお腹の上に置いてください。そしてスーッと天井からこの指を誰かがスーッと引き上げてくれているように、両手を天井に向けて伸ばしてください。肩は床の上に預けて、そしてこの体勢が楽な体勢になるように、できるだけご自分で体勢を整えてください。ゆっくり指先を左に傾けたり戻したりしてください。この時に肘は曲がらないように、かといって肘をピンと伸ばして手をグッと握る、この力が入ったような感じにならないように、ふわっと持ち上げたその感じのまま左に傾けたり戻したり、戻った時は肩が床にズンとつくように戻してください。傾いたり戻ったり、この動きを5回くらい繰り返してください。このやるたびに楽にできるやり方はないかなとか、呼吸してるかなとか、痛いところはないかなとか、一回ずつできるだけより楽になるように動いてみてください。5回動いたら手はまた元の位置に戻して、両手両足を床に預けてください。右側と左側を比べてください。肩甲骨の感じ、右と左と比べてどちらがはっきり肩甲骨を感じますか。お尻のつき方はどうでしょうか。呼吸している時に大きく動いているのは右の胸、左の胸、どちらでしょう。もう一度同じように両膝を立てて、お腹の上で指を組んで、ふわっと指を天井に向けて持ち上げます。肩は楽な位置に置いて、そして指先を左に傾けたり戻ったり、この時に右足、
で、床をそっと踏んであげてください。そして戻ります。一回ずつ優しく優しく、この動きも5回くらいやってください。右足で床を踏むことによって足の裏で床を踏むことによって指先が左に傾いたり戻ったり、頭にはどんな動きがあるでしょう。では手を下ろして両手両足を伸ばしてください。右側と左側を比べてください。足の感じどうですか。どちらが長いでしょう。ではもう一度両膝を立てて同じように指先を持ち上げてください。今度は足の裏で床を踏まずに左に傾けたり戻ったり、骨盤は転がさずに指先が左に傾いたり戻ったり、これを5回くらい繰り返してください。楽な範囲で優しく優しく、5回くらいやったら今度は骨盤、足の裏、自由に止めずに自由にしてください。ほったらかして、そして指先が左に傾いたり戻ったり、最初に比べてこの動きやりやすさに変化があったでしょうか。では動きをやめて両手両足を床に預けてください。右側と左側を比べてください。ゆっくり呼吸を2回3回してください。そうすると体全体の力が抜けていくでしょうか。この体が力が抜けた状態、できるだけそのままにして両膝を立ててください。そして同じような体勢をとってください。今度は指先が右に傾いたり戻ったり、最初は小さい動きでやってみてください。5回くらいこの動きをすると体の他の部分に気持ちを向ける余裕ができるでしょうか。では手を下ろして床に預けて右側と左側を比べてください。肩のつき方、肩甲骨の感じ、右側と左側を比べてください。
両膝を立てて、もう一度同じような体勢をとってください。指先を右に傾けるとき、左足の足の裏で床を踏んで、そして戻してください。左足で床を踏むと右の足の裏には何が起きるでしょう。お尻や背中はどう動いていますか。目もこの指先を追いかけてください。この動きを5回くらい繰り返してください。では動きをやめて、両手両足を床に預けてください。呼吸をしている時の胸の動き、右側と左側を比べてください。力が抜けたなと思ったら、また両膝を立てて同じような体勢をとってください。骨盤を傾けずに、指先を右に傾けたり戻したり、骨盤も膝も傾けずに、指先だけが傾いていってください。この動きを5回くらいしたら、今度は骨盤や膝固めずに自由にしてください。そして指先が右に傾いたり戻ったり、体は楽にこの指先の動きに体を預けるっていうんでしょうか。自由に動きたい方向に動いてください。では動きをやめて、両手両足を伸ばしてください。体全体の床の上の感じ、今日最初に仰向けになった時と感じはどう変化したでしょうか。肩甲骨のつき方、お尻の感じ、足の長さ、腕のつき方、頭を左右に傾けてください。ゆっくり動きをやめていってください。起き上がってください。はい、連休3日目、寒い一日になりそうですけれども、体を動かしながら暖かく一日をお過ごしください。では良い一日になりますように。